はい、それでは次の質問に移ります。1分程度で自己 PR をお願いします。はい、私は小さい頃から虫を育てるのが趣味で、3歳から行っています。この趣味が始まったのは、父親がオオクワガタの飼育をしていたことが始まりです。私は初めてそれカブトムシから育て始めました。で、現在は国内外のオオクワガタやカブトムシを育てています。これはライフワークのようなもので、今も毎日欠かさず14年間続けています。私はこの持ち前の継続力を生かして、昆虫養殖についてこれからも研究していきたいと思っています。この研究自体長期戦になるので、持ち前の継続力を生かしてこれからも続けていきたいと考えています。